はい、どうも、りゅうけんです。うみです。二人合わせてダブルアキです。お願いします。はい、ということで、はい、今日はなんかさ、無償にイライラするときってない？あー、なるほど。なんかこれといって原因とか理由はないんだけど、なんか今日なんか腹立つなじゃないんだけど、なんか虫の居所が悪いときってあるじゃん。はいはいはい。それを解消したいんですけど。なるほど。なんかいいもんあります？この間ね、とある動画を見まして、ちょっとこれ面白そうだなと思ったやつがあったんで、それをやったらもしかしたら晴れるかもしれない。本当ですか？それがこちら、ゼロ秒チキンラーメン。イエーイ。そのままかじるよ。かじるやつ。なんか芋どししてダメって書いてある。そうなんですよ。これあれじゃないですか、ラボメンが。その通り。我らがね、弟のね、チャンネルラボメン TV というね、チャンネルがあるんですけど、タイムアタックをね、そこでね、やってたのをね、僕見まして、これ面白そうだなと思って、ダブルアリでもやりたいなと思ってたんだけど、ちょっとね、ルーミンがね、もうイライラしてしょうがないってことなんで、これをかじりついて、もう野生をね、こうじゃないの？そう、あ、違う違う違う、ください。かわいそう。ダーンじゃない。かわいそう。バキ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 じゃなくて、ゼロ秒チキンラーメン何秒で壊せるかじゃない。いやいやいや、これだったらね、イライラするルーミンでもね、楽しく食べられるんじゃないかな。もうあれを、かわいそうとかガン虫で、かじりついてください。もう速さ重視じゃない？速さ重視。俺ね、ちょっとやってみたかったんだよね、正直。早食いとかさ。そうだね。どうなのかなと思って。ゴーくんとか結構痛そうだったね。痛そうだった。口内炎あったら痛いけど、口内炎ないんで。そうですね。はい。ラボ面では一人ずつやってたけど、もう俺たちはもう二人同時に、もうやっちゃいます。食べたいし。食べたいし。で、まあ最終的にどっちが早く食べ終わるかっていう競争でございます。はい。で、今回ね、早く食べ終わった方、まあ勝った方だね。勝った方にはね、ご褒美がございますので、はい、そちらもね、じゃあちょっと楽しみにしながら。わかりました。はい、頑張りまーす。よっしゃー。行きましょう。はい、ということで、はい、準備できました？ストップアッチ。ストップアッチ。よし、やるぞ。よしよし。これ開けてあれだよね。私、準備してから用意スタートってやつ。あれでもバキバキとかやってたっけ？用意ドン、バヤンの方がよくない？オッケー、じゃあ用意ドンで、バヤンする。バヤンして、はい、各々食べましょう。わかりました。よし。早食い系とか初めてやるからね。初めてやる。ガチで早食いやるからね。頑張るからね。よっしゃ。3分で食べ終わったらいい、すごいね。なんか5分ぐらいかかったよね、ラボ麺で。そうだね。やっぱ結構大変なんだろうね。早速、スタートします。はい。位置について。よーい。スタート。さあ、スタート。食べましょう。すごい。甘い。うん。かわいい。うまい。早食いしたいけど、意外と厚みがあってさ。本当に早い。だって1本早いね。でももう半分までいったよ。半分きつい。うん。うん。うん。食べてる、食べてる。止まってない。オッケー、ラップが取れたね。いやー、食べ終わりました。ほぼ同タイム。はい、リュウケンさん5分3秒。私がだいたい5分4秒、5分秒ぐらいです。つまり5分経っちゃったよ。5分経った。うん。なんかあれだね、早食いとしてはめちゃくちゃ微妙なタイムね。お水飲んじゃったけどね。お水ありなのかなしなのかわかんないけど。確かね、ラボ麺は多分飲んでないんじゃない？飲んでないね。水ありだと、だいたいね、食べて。楽？そう、流しちゃうから、みたいな。そっか。そうそうそう。じゃ、基本的に多分ね、早く水ないと思うけど。ほんと？安全面を考えました。ということはね、結果。美味しかった。結果美味しかった。美味しかった。結果美味しかったなんだけど、結果的にはですね、まあ、僕が一応ね、勝利なんだけど、1秒差だからね、あんまりこれは勝利とは言えないので、まあ、デザートは仲良く2人で食べましょうか。やったー！食べよう。はい、ということで、ご褒美だー。ということで、じゃあ勝者にはご褒美ということで、ご褒美タイムです。ご褒美です。はい。それではこちら、ベビースターラーメンプチチョコアイス。イエーイ、アイス。アイス。ベビースターのアイス？ベビースターのね、アイスがなんとね、売ってたんですよね、これ。なんか似てんなぁ。似てんなぁ。チキンラーメン食べた後にベビースターなんだよなぁ。似てんなぁ。なんか、ここ書いてあるけど、甘じょっぱいハーモニーって書いてあるの。まあ、しょっぱいもの食べた後にね、甘いものだろうということで、これね、まあ似たような商品なんだけどね。あったんで食べてみたいと思います。お願いします。はい、開けて。ピノみたい。ベビースターラーメンプラスチョココーティング内側バニラアイス。あー、かわいい。
お、なんか豆知識がある。1959年に誕生、麺から作っているビースターだって。最初は即席麺の、あの、こういう、なんかカップ麺のさ、うん、カップ麺とかの麺のかけらに、こう、味をつけて、おやつとして社員さんに配ったことが誕生したんだって、ビースターラーメン。あ、そうだったんだ。はい。あ、ありがとう。かわいい。こんな感じの個包装で入ってます。はい、かわいい。いただきまーす。いただきまーす。いやー。おー、ほんとにビースターのコーティングがある。そうね、こんな感じですね。いただきます。そんなにベビースターの味しない言っちゃった俺思ったんだけど、あのね、チョコとこのバニラアイス全部持ってかれて、一応食感がね、あるんだよね、ボリボリの食感はあるんだけど、ベビースターの味はね、もう本当にほぼほぼ感じないですね、こっちは。うん、なんだろう、後味がなんとなくそのお菓子っぽさあるんだよね、なんとなくね、ナッツじゃない何かが入ってんなみたいな感じのボリボリ感、うん、甘じょっぱいかってやると結構、これ食べた後のせいもあるけど、あのしょっぱさがそんなにわかんない。わかんない。甘、うまい、うまい。でもね、普通に美味しいです、これ。うん。もう、噛む系はね。うん。うまい。は、ライフ噛まないふうに、あんまり。あ、そうなんだ。うん。近く画面の人にあんまり。近く画面の人にあんまり。口痛いかもしれない。痛いですか？うん、ちょっと見える。直しましょうね。じゃあ。ラストじゃあ勝者である僕が。はい。1秒しか変わらなくてびっくりだね、逆に。そうだね。本当になんか同じような。別に合わせてるわけじゃないんだけど。合わせて同じようなペースで食べたね、うん。いや、俺後半ね、なんかミスったの。なんかね、これぐらいの幅、あの大きさだったから、行こうと思ってバリって食ったら、それでなんかすごい顔してたね。そう、あのね、中の水分が全部多分麺に食われて、麺がどんどん膨張してって口がね、破裂するの。おおみたいな。破裂しなくてよかったね。やばかった。私あれなんかこの袋に最後残ったのと、こっちお皿に落とす、あの落ちたやつをこう食べるのが大変だった。ちゃんと全部食べきってことですか。まあ、ちょっとお水は使っちゃったけど。そう、お水は使っちゃったけどね。お水使ってても5分か。お水使ってても5分なんだよ。あれだね、割が遅いね。普通に。はい、ということでね、今回はね、こちらの0秒チキンラーメンをね、早食いやってみたんですけども、はい、とても楽しかったですね。楽しいね。うん、まあ、早いかどうかっていうのは早くはないんだろうけど。早くはないけどね。いやー、これ、やっぱ3分食べると結構大変だったからね。大変だったね。ぜひね、あの、皆さん見かけたら、チャレンジしてみてください。これね、全部ね、コンビニで、ね、発見してね。そこでもコンビニ。これはね、あのね、100均ショップの、100円ショップのダイソーさんでも売ってました。うん、売ってました。ぜひおやつに行って思います。思います。ただカロリーは、なかなかです。やっぱカロリー気にする。いや、カロリーね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました、はい、もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、また早食いとか他に食べてほしいものあったらぜひコメント欄で教えてください。教えてください。はい、また各種 SNS、Twitter、Instagram などもやってますのでフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうけんとルミでした。お疲れ様でーす。チキンラーメンは歌知らない。嘘だ。